スライド使ってお話を進めたいと思います。春のお彼岸ということで、この春彼岸っていうものはですね、春分の日を中日として中日として、その前後3日間含んだ1週間のことを言います。今年でいうと本日21日が春分の日でございます。太陽が東から昇って真西に沈む、そういった1日でもあるわけでございます。で、入りの日が 18日でございまして、それから日を重ねて、で本日は彼岸でいうと4日目に当たるわけでございます。それで残り3日間、まあ、24日、今年でいうと3月の24日が明けになるわけでございます。で本日はここに位置するわけでございます。それで、お彼岸の日、一日一日には、特にこういったことに心を尽くして過ごしてみましょうという身教えがございます。例えば初日は伏せという身教えを大事に過ごしてみましょう。他者を思いやる、そういった気持ちを大切にして自身を顧みながら歩み進めてみましょうという身教えがございます。2日目は自戒と申しますが、自身をしっかりと顧みながら心持ちを改めて前へ進んでいく、そういった姿勢を改めて確認して一日を過ごしましょう。そういうことを大切にするという身教えがございます。3日目はこれ忍耐と言いますけれども、耐えるということの大切さ、そこにもう一度心を凝らして心を顧みてみましょう。で中日はですね、全てを踏まえなければならない日とされておりますが、その次の日、明日にありますが、精進ということを大切にしましょう。精進というものは人と人づきを大切に歩みを進めるということでございます。その次の手は禅定と申しますが、心を落ち着けることの大切さということをテーマとして過ごしてみましょう。そして最終日は知恵、これは深い洞察をもってして物事をあるがままに見つめるということの、まあ、大切さと言えばいいでしょうか。そういったことを意識して過ごしてみましょう。というこういった6つの身教えが中日の前後3日間に散りばめられてございます。で、この6つの項目のことを6パラミツっていうふうに申します。噛み砕いて日本語に直すと、向こうの岸に渡る方法っていうことになります。この向こうの岸っていうものが、いわば悟りの境地、尊いとされるそういう状態のことを意味するわけでございます。そういったところに至るための方法としてさまざまな身教えがございますが、代表的なものはこの六波羅蜜という、私たちの日常の中で励むべきとされる6つの項目でございます。これはお彼岸のみならず、本来であれば日常においても大切にされるところの心がけでございますが、ことにお彼岸の時期においてはこの六波羅蜜というものは非常に重んじられてございます。で、六波羅蜜というものはいわば修行でございます。秋のお彼岸もそうでございますが、お彼岸の時期というものはこの修行ということと極行というものが非常に密接に関わりがあるとされているわけでございます。私たち自身が修行に励むさまざまな心がけというものを改めて
生活に落とし込んだ時にそれがおのずとお経に重なっていくんだっていうふうな、そういう考え方のもと、お彼岸というものは、まあ、お墓参りもされるでしょうし、お寺参りですとか、そういったものが風習として根付いているわけでございます。修行、自身をしっかりと顧みながら歩みを進める、また新しい日々を歩みにあたって心持ちを改める、そういったことを修行というふうに今言わせていただいていますが、この修行ということを大切にすることがそのままお経にも重なっていくんだよというふうな、そういった意味合いというものが本来的にあるわけでございます。まあ、お正月が終わったと行事がさまざま続きましたが、一番最近大きかった行事はこの上棟式でございます。3月6日に新しい本堂の上棟式をおかげさまをもちまして無事に執り行うことが叶いました。たくさんの方のお手伝いいただきながら、たくさんの方々にお支えいただきながら、まさに何百年に一度の大切な行事、無事に終えることができまして、とても安心してございます。おかげさまで無事に終わりましたので、まあ、改めてご報告させていただきます。また当日は、午前中は非常に天気が良くてですね、まあ、風は若干強かったんですが、まあ、春は風が強いのは当然でございます。で、上棟式が終わってすぐにすごく雪が降ったんですよ。もちろんその前の日の天気がちょっと良くなくてですね、天気にも守られまして無事に終えることができたことも、まあ、一つ意味があるものとして捉えたいなと思ってございます。ちょっと写真をやりますと、まあ、おいでになることができなかった方もいらっしゃると思いますので、こういう形で本堂の中で椅子を並べて厳かにお勤めさせていただきました。私以外のお嬢さんも4名いらっしゃいますが、県内のご縁のあるお寺さん方にもお手伝いいただいて儀式をさせていただきました。まあ、このような形で、まあ、とても、まあ、この写真だけでもお分かりかと思いますが、本堂の柱ですとか梁が非常に大きいんですよ。とても太くて立派でございます。主要なところの柱は欅、あと青森ヒバですとかヒノキもふんだんに使っているんだそうでございます。屋根裏の組み方も非常にたくさんの木材を使って頑丈に作ってくださっております。棟梁さんのお話ですと、もう震度7でも絶対壊れないという自信があるぐらいのですね、頑丈さをもってして堅固な本堂ができてまいりました。これは棟梁さんですね。棟梁さんも神仏に仕える宮大工ということで、あの公平をして、そして祝詞を読んでいらっしゃいました。まあ、これは引き綱の様子ですね。まあ、役員の皆様と一緒にこう儀式に参加していただいて、皆様の代表として儀式お手伝いいただきました。まあ、これは外の様子でございます。独特の飾りをしていただきまして、真ん中にあるのはこの閉鎖でございます。で、両側にですね、浜屋ってご存知ですよね。あの浜屋、魔を払う魔除けの矢でございます。一つは天に向かって矢がいられる形をしてございました。まず天魔を払う、そしてもう一つは地に向かって、まあ、斜め下に向けて矢がこういられる、そういった情景を再現した飾りをしてございます。まあ、餅巻きも無事に終わりまして、でこれは一段落してすぐに雪が降ったわけでございます。本当に天候に恵まれて、あと多くの方のお声にも非常に恵まれまして、境内では大沢商店さんにあの甘酒をお振る舞いいただいたりですとか、あとは餅巻きの時にもあのご縁のある地元のヒーローの人たちって言えばいいですかね、あのとてもユニークな餅巻きにしていただきましてありがたく思っております。で、今後の工事の予定でございますが、4月から二王門の工事が始まります。で、8月9月頃にはもう本当の工事終わるんだそうでございます。お盆の頃にはもう本当の工事はほぼ終わってまして、あとは検査を終わってから実際にもうあの物を運び込んで、秋の彼岸にはもう完全に向こうで全てのものができればいいなというふうに考えておりますし、目標としております。8月10月にはですね、外構工事やります。で、10月末には全部の工事が終わりましてという段取りになってございます。
で先ほども話しましたように、この本堂の工事が終了して検査が終わり次第すぐに引っ越し作業をしまして、なるべく早くのうちから全てのご法事ですとかお葬式ですとかご祈祷の方は新しい本堂でご一緒させていただきたいなというふうに思っております。それと話は全然違うんですが、今年もランドセル集めてございます。使い終えたランドセルを集めさせていただきまして、そしてアフガニスタンの子どもたちに使っていただくという取り組み、2018年からご縁がありまして、こちらのお寺で取り組ませていただいております。もしランドセル物置に眠っていらっしゃるよという方であったり、行き先に困っていらっしゃる方いらっしゃいましたら、お手伝いいただければ幸いでございます。それともう一つお知らせでございます。年頭のお寺だよりという皆様へのお知らせの中にも掲載させていただきますように、今年も就活カフェ開催いたします。で今年は お墓をテーマにいたしますが、日時一応決めましたので4月12日の午後1時からということで、今年は1回目開催したいと思います。1回目と申しましたが年2回の予定で開催を重ねるつもりでおります。昨年は葬儀ということでテーマとして開催いたしましたが、4月は開催できたんですが、秋の10月はですね、感染者が非常に増えたということもありまして、やむなく中止いたしました。で今年は、感染者の心配もありますので申し込み制にしたいと思っております。ご参加ご希望の方にお名前を教えていただきまして、受付させていただきまして、定員は20名ということで、ソーシャルディスタンスをなるべく保ちながら開催したいと思っております。テーマはお墓ということなんですが、本堂建て替えの事業に伴いまして当山でも合葬墓を用意いたします。その合葬墓についても少しお話しさせていただいて、こういう考えのもとに今後皆様にご活用いただきたいという、そういうお話もさせていただきたいと思っておりますので、そういったところにご興味お持ちの方はご参加いただければ幸いでございます。それではこれから中日の法要ということで開式いたします。13時から、ちょうど今47分、10分の休憩を挟みまして13時から開始とさせていただきます。で昨年と一昨年と同じように今回も途中お焼香していただいて参拝とさせていただきたいと思います。お焼香も一応順序設けさせていただきます。前列の方で窓側の方から順次お進みいただきまして、これからそちらに机を置いてあるんですが、この机を真ん中に移します。で真ん中の机の上に焼香箱1つ用意いたします。お焼香の時間がありましたらご案内申し上げますので、そういたしましたらその焼香箱にてご焼香いただきたいと思います。前列の窓側の方から順次前にお進みいただいてご焼香していただきます。前列の方がおりましたら今度は2列目3列目というように列は数を重ねる形で皆様にご協力いただいてご焼香ご作法いただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。スライドはここまでなんですが、今太陽さんの話が出ましたので、ついでながらですが、中野太陽さんですね、今月の末にですね、末というかもうあさってでしたっけか、しあさってでしたっけ、木曜日です。木曜日に今新潟の方に出発いたしまして、お坊さんの、入門するための儀式っていうのがいくつかございます。その大切な儀式にはるばる新潟まで行っていただいて、臨んでいただくと、そしてそれとしての、スタート地点に立っていただいて、これからいろいろな分野でこれまで以上にお手伝いいただいて、皆様にお会いする機会も増えるかと思いますので、一番よろしくお願い申し上げたいと思います。では10分ほどいたしましたら、定刻通り13時からの法要ということで、皆様と祈りのひとときご一緒させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。ではトイレ等行かれる方は行っていただいて、13時にまたご一緒いただきますようお願いいたします。
や少し早いんですけれども、これから中日のお勤めの方を始めさせていただきます。皆様のご縁のある方々の姉なることを願いますとともに、皆様ご自身のこれからの積み上げられる日々が良きものになることへの願いも添えていただいて、お望みいただきますようにお願い申し上げます。それでは令和4年の春の中日法要開式でございます。よろしくお願いいたします。